同じ熱造事件なのでね、数字がこういう風に絡みます、えー。新幹線の方ではね、えー、梅田光太郎さん、この人43数比ですね、ピタゴラス数比。えー、今回の静岡の、えー、看護師死体遺棄事件、内山ま由子さんね、29歳。この人もカルディアンで43ですね。そして、えー、ピタゴラスの方はね、内山 マユコはね、えー、誰でもよかったの数日に絡んだり、秋葉原マスクに絡んだり、神奈川マラソンね、シャツ着てましたね。この59の数日に絡んできます。えっ、ー、と、どちらもね、えー、どちらの事件にも、えー、数字が絡んできます。内山は22ですね。これは、えー、小島一郎の年齢でしたね。マユコは23。 えー、小島。ね。小島一郎の小島も23。え孝、ー、太郎。これは梅田孝太郎被害者。これも23になりますね。ね、先ほども言いましたように、誰でもよかった。これ相模原じゃなくて、ごめんなさい。秋葉原と関係してますね。誰でもよかった。同じセリフね。通り魔ね。今回の新幹線の、えー、殺傷事件と同じです。小島一郎ね。誰でもよかった。59で 内山、舞子、59です。秋葉原、まさ、あ、か、秋葉原、あの、通り魔殺傷事件、59です。ね。神奈川マラソン、えー、目撃者が着ていた T シャツ、神奈川マラソンね。たくさんマーキングしてあった T シャツ、えー、これも59になります。ね。えー、数字を絡めていきます。ね。前後の事件、ね。えー、やらせ事件に必ずね、えー、あの、関連性があります。 ということでね、えー、削除されます、あの、削除というかね、えー、一部ね、著作権に引っかかりましたんでね、えー、編集して、えー、改めて上げ直します。ね、アップし直します。えー、皆さんおはようございます。えー、今日は、えー、この静岡の看護師、えー、死体遺棄事件ですね。えー、これを、 ちょっと調べてみたいと思いますね、えー。メディアの雰囲気でね、すぐにお気づきかと思いますけどもね、えー、これもやらせ事件ですね。もうかの、もう90%今、えー、私はあやらせ事件だと思いますね。ちょっと事件がどういう事件かっていうのをね、えー、ちょっと読み上げさせてみます。 静岡県藤枝市の山中で浜松市浜北区の看護師、内山松よし子さんに、内山まゆこさんですね。この読み上げバカですからね。まゆこさんですね。 の遺体が見つかった事件で、浜松東署捜査本部が、逮捕監禁の疑いで、逮捕した40代の男の他に、同容疑で20代の男を、逮捕していたことが12日、捜査関係者の話で分かった。二人は、インターネットを通じて知り合ったとみられ、捜査本部は、内山さんが死亡した経緯を知っているとみて調べるとともに、他に関わった者がいる可能性があるとみて捜査している。 広告資金100万からアパート経何だろうな広告広告が入ったえーとちょっとこ広告を抜かして読み上げさせますね続きがありますからねちょっと読み上げさせましょう40代の男は11日夜名古屋市内の警察署に一人で出頭した <laughs> 監禁の容疑を認め、内山さんとは面識がなく、浜松市内で面識のない女性を連れ去ったことを認めている。捜査本部や捜査関係者によると、内山さんは5月に6日、浜松市の病院での勤務を終えた後、 帰宅午後1時頃に車で外出して市内のフィットネスクラブを訪れた。夕方、クラブの駐車場で自分の車に乗ろうとした際、複数の男に押し込まれて車ごと連れ去られる様子が防犯カメラの映像に映っていた。内山さんはそのまま行方がわからなくなり、家族がにおうか、行方不明届を出した。車は三重県桑名市内で見つかった。 県警は、カーナビの履歴などから、車の走行ルートを確認。6月9日午後6時ごろ、藤枝市瀬戸の谷の山林を捜索し、途中から遺体を発見した。司法解剖の結果、死後約2週間が経過していた。内山さんの父親は1、2日、静岡県警を通じて報道各社に、今回の件で私たち家族は大変心を痛めております。として、自宅周辺の取材の自粛を求めるコメントを出した。 <laughs> 早いですね。もうすでに父親が、ね、報道各社に今回の件で私たち家族は大変心を痛めておりますと。自宅周辺の取材の自粛を求めるコメントを出したと。えー、これも最近、もういつもですよね。えー、これはですね、なぜこんなことを言ってるかというとね、 えー、やらせ事件ですから、あんまり詮索しないでくれっていうのをね、もうすでに言ってるわけですね、最初からね。えー、もうバレてますから。えーえー、で、ね、マスコミを叩く人がいますけども、ね、それも、えー、自作自演でやってるわけですね。えー、自作、マスコミが自演で、えー、そういうふうに叩いてるわけです。そうするとですね、えー、取材に行かなく、 でも良くなるんですね。えー、するとね、えー、何の情報も出てこなくなりますね。うん、取材することもしないでね、えー、みんなを騙すことができますね。そしてね、あんまり取材するとね、ボロが出ますからね、そういうのもね、えー、対策としてやってますね。もう、事件がですね、これ。6月9日。 6時頃ですから、えー、遺体を発見したじ、時間ですね。もうそれだけでもね、もう怪しいんですね。えー、6級はね、えー、新幹線、ね、東海道新幹線の殺傷事件ね、小島一郎、ね、えー、むしゃくしゃしてやった、ね。えー、6月9日ですから、無でしょ。むしゃくしゃの無は、無、6月ですよ。 くしゃがくですよ。ね。えー、それで、えー、誰でもよかったっていうのはね、秋葉原事件との関連性がありますね。同じセリフを言ってるわけですから。誰でもよかったっていうのはね、数秘で、えー、59でしたかね。えー、秋葉原殺傷事件の秋葉原マサカルと一緒の数秘ですし、えー、梅田の幸太郎さんか。 その人のスーヒとも一緒ですし、えー、他にもね、ありました。なんか、あ名前がスーヒがね、被ります。えーと、内山麻衣子さんもそうだったのかな。ね、スーヒが絡むんです、全部。ね。だけこの一連のやつはね、全部繋がってるわけですね。後でスーヒ見せますけどもね。え赤、ー、田川マラソンも、えー、被ってましたね。 え、これクラブの駐車場でね、え、防犯カメラの映像に映ってたっていう風に言ってますけど、いつもね、これ、あの、映像っていうのはね、出しません。ね、やらせ事件なので出しません。出てくるのはね、アニメのね、え、なんか、作った映像ですね。え、ぼかしでもいいのでね、出してくれればいいんですけどもね、え、そういうのはね、 見せてもいいやつはね、ちゃんと撮影した、演技できる人がいて撮影するのは、えー、見せるんですけどもね、えー、そういう実在の人物がね実、実在してない場合はね、アニメでね、えー、あの省略しますよね。新幹線の事件、えー、も一緒でしたね、あれアニメでしたね。 なんか防犯カメラついてるのにね、それは公開、えー、しようとはしませんね。ぼかし入れればいいんですよね。どうかそういうサイトをね、作ればいいんですよ。あの、ニュースメディアもね。そういうことはしません。えー、ライブリークみたいなのにね、流せばいいんですけどそういうことはしません。えー、5月26日からですからね、えー、だいたい15日後ってことになりますよね。15っていうのはね、 えー、6月、6月9日ですから、69足せば15になりますからね。そういう数字も絡んでると思います。ちょっと、えー、どうしようかな。画像見てもらおうかな。動画見てもらおうかな。ちょっと動画見ましょうか。内山さんは高校卒業後に事務系の仕事に就いたが、その後仕事を辞め、看護学校に入り直した。 夢を叶えるたためだったという優しい顔してね、ねもう。うんこの人はどうか分かんないですけど、ここにね、えー、オレンジみたいな、カキかオレンジか知りませんけど、かぼちゃかなんかね、オレンジ色がマーキングされてますね。オレンジ色はね、どのやらせ事件でもね、えー、こういう,うにマーキングされます。なぜかというと、オレンジっていうのはね、三十三数日ですから。33数比っていうののはねフリーメイソニーの 数字ですからね。えー、ファンタオレンジとかね。そういうのも、えー、ヒトラーが作ったんですからね。あれも、ヒトラーは33のフリーメソンリーということなんですよ。うこう、工房でわかるじゃんね。この子はどういう子だっていうのをやってみてもらって、大丈夫ですかとかね。優しく仕事熱心だったという内、ん、山。今の,今の人は演技うまいですね。もし、もし役者だとしたら演技うまいですよね。 その人柄について、ね、二回とも、あのー、V サインしてますね,ね。V ロケットと一緒です、これね。あの、ナチスの V ロケットと一緒ですよ、これね。同級生は、これ二つやってるでしょ二つやってるでしょこれ。これ、デュアルですよね。子供の頃から変わっていないと話している。 誰とでももう親身に話せるような、はい、あの優しい子だったのは間違いない,ないです小学校の同級生をね、すぐ見つけられるんですね、こういうふうにね、顔見せてくれれば分かりやすいんですけどね、はい。誰とも分け隔てなくあの話してくれて、すごい穏やかな人で、聡明な方で、何事にもその真面目に取り組んでて、本当にあのこの人は幸せになってほしいって思えるような、本当にそういう人です。 この人はもしかしたら役者と思いますね。着ている服見てください。やっぱりオレンジっぽいでしょオレンジっぽい服にね、これナンバーで書いてるんですよ。ね。ナンバーで書いてね。ナンバーで書いてるんですよ。そして、その後ろの横にね、左の方に、えー 向かって右ですけど、あの、来てる方からしたら左側、左側に、ね、三角形が見えます。もう分け隔てなく、あの、話してくれて、すごい穏やかな人で、聡明な方で、何事にもその真面目に取り組んでて、本当に、あの、この人は幸せになってほしいって思える本当に、そういう人です。車ね。 こういうふうにね、ナンバーを見せないようにしてます、ね。別の動画ではね、ナンバーが見えてますね。多分ね、ナンバーを見せたくなかったんですね、これね。ちょっと別の動画見てみましょうね。静岡県藤枝市の山中で29歳の女性看護師とみられる遺体が見つかった事件で、女性の車には荒らされた形跡がなかったことがわかりました。 女性はこの山奥で見つかりました。この先、車がやっと一台通れる道が続きますが、近くに住宅はなく人ど、人通ね、ここでナンバーが見えます。えー、4289ですね。4289。4289ってことは、1十四4 23になりますね。合計数がね。23です。オカルトのね。後ろ何ですかこの二人ね。<laughs> 撮影中だからって言ってね、ちゃんと、お行儀よくやってますけども、ね。通りは少ないということです。とと三菱だったんじゃないですかね。もしかしたら三角形に見えましたけども。の山中で、浜松市に住む29歳の女性看護師とみられる遺体が見つかりました。ね、29歳ですね。えー、29歳というのを覚えておいてください。 えー、これはね、産経の、産経ニュースですね。産経ニュースの2018年6月12日20時52分の配信記事ですね。これ合計すればね、えー、29になります。11、10、?11、2、ここで20、22、27ですから、29になります。こういう風にね、 えー、マーキングしてます、数字をね。29歳だから29と合計する。ね。これ、やらせのね、えー、事件の特徴です、えー。数字を絡めてきますからね。こういうね、カラーもそうです。紫色を使ってます。この前の新幹線のね、やらせ事件と一緒です。 それからね、えー、かなりね、前の事件、新幹線の殺傷事件とね、えー、数日が絡んでます。